ます。ちょっと待ってください。こんにちは、来てくださってありがとうございます。こんにちは、ちょっと待ってください。よいしょ。ごめんなさい、ちょっと待ってください。本当にちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、よいしょ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 、ちょっと待ってください。よいしょ、着いた。こんにちは。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。来てくれてありがとうございます。こんにちは。めっちゃ汗かいてる。ちょっと待って。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら配信最後までよろしくお願いします。違う、お好み焼きは爆食いしてないです。こんにちは、見えます？ちょっと待ってね。こうしよう、ここだ。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。聞こえますか？ちょっと髪の毛で。よいしょ。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。はい、こんにちは。ごめんなさい、でもありがとうございます、来てくれて。指キックさん、こんにちは、こんにちは。さくさん、こんにちは、こんにちは。博士とののちゃんさん、こんにちは、こんにちは。あと8時間、あと8時間、やばいね。さっきまであと11時間だったのに来てくれてありがとうございます。ちょっと後ろにあるあの紙がないんですけど、今から自己紹介します。はい、今 NMB48 10期生オーディションに参加してます。エントリーナンバー109番の、高校1年生15歳、福岡県出身マルキューです。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。幕の内弁当さん、ハートありがとうございます。サンバさん、ヒョウ柄のタカありがとうございます。猫さん、金ピカの誰もありがとうございます。初見で初見の方来てくれてありがとうございます。ひろたさん、ひろたんさん、タコありがとうございます。ヒョウ柄タコ、おかばるさん、キラキラありがとうございます。デビルノイドさん、初見じゃないよね絶対。バタバタガール、ストラトスさん、ヒョウ柄のタカありがとうございます。フォローありがとうございます。キューキューさんかな、今日の方来てくれてありがとうございます。 NHK の朝ドラ狙える透明感って、確かに透明感めっちゃねやばかったっすね、本当に。お好み焼き爆食いって、お好み焼きは爆食いしてないんですよ。なんでかって言ったら、まあちょっとあれは弟のお昼ご飯にして、私は一口しか食べてないです。あの配信で一口しか食べてないんで、そう、あのお好み焼き、そう、あの配信の一口しか食べてないんですよ。で、あとはあの弟に全部お昼ご飯ですよっていう感じであげてるんで、あげてるんで、そう、お昼ご飯です。あれだから私はまだお昼ご飯食べてないので、めちゃくちゃお腹空いてます。だから言ったじゃないですか、スタッフが食べますって。こんにちは、こんにちは。夜逃げメタルさん、金ピカだるまありがとうございます。カラオケの個人ブース、今から飛行機見るって、本当飛行機、サウナだったらこんな服着てないでしょ。わかんない、サウナ入ったことないからさ。カーンさん、ハートありがとうございます。イチさん、キラキラありがとうございます。カーンさんね、赤だるまありがとうございます。ピキックさん、ピカピカありがとうございます。あ、サウナだと思ってもらっていいですよ、全然。だからめっちゃ汗かいてますもん、めっちゃ暑い。猫まんまさん、ハートありがとうございます。充電はね、あれは2時間ぐらい配信してたじゃないですか、今回1時間なんで、まあ大丈夫でしょう、大丈夫大丈夫、きっと大丈夫なはずです。1時間だから、1時間だよ、全然ね、充電はしてるのだから大丈夫。そう、中島優さん、金ピカハートありがとうございます。あ、ログハウス。充電対策は全然万全ですよ。はずぴさん、こんにちは、こんにちは。あ、実験台って美味しかったから。博多なるなるさん、ヒョウ柄のとこありがとうございます。
あの後あの1回1個もう1枚作ったんですよ。それはねちっちゃくでちっちゃかったから全然簡単に作れちゃって、うん、そう。でもさひっくり返すのめっちゃね怖いの、本当に怖かったの。大きいのを作れる人はすごいですね。私あれひっくり返すのも怖いもん、なんか当たりそうで。あと8時間頑張ろうね、頑張る。お好み焼きはお腹空いたよって、私もお腹空きましたよ。お好み焼きはありません、弟にあげました。こんにちはこんにちは、おちょこちょいさん、ひょうがるたこありがとうございます、ジョポンさん、金ピカのハートありがとうございます、かずぴさんありがとうございます。本当か、本当だって。こんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます、ありがとうございます。初見で初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら、今 NMB48 10期生オーディションに参加してるのでぜひ応援よろしくお願いします、お願いします。そしてこのオーディションはですねあと8時間で終わってしまいますので最後まで応援よろしくお願いします。ヒョウ柄のタコさんを集めてるのでよかったら投げてくれたら嬉しいです。ジャガさん、金ピカのハートありがとうございます、ありがとうございます。もうねすごいね、めっちゃ暑いですね。雨降ってるんだよ、雨降ってるのに暑いんだよ。しかもさ雨降ってるってさめっちゃねじゃあみたいな降ってないの、ちょっとみたいな降ってるから、そう。キラさんこんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちはこんにちは、弟くんお姉ちゃん、お腹がバタそんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん、そんな私が作った餃子はそんなになってないから大丈夫。エアコンあるよ、今つけてるけどね、まだ涼んでない、涼しくなってないのね、エアコン。そう、間違えて暖房つけてるかもしれない、多分冷房のはず、水色だったから。うん、水色は冷房でしょ、オレンジは暖房だから、そう、きっと大丈夫なはずです。NKT 推しゆうじさんありがとうございます。ジャンカラってさ、あ、そのさ京都駅だった、うん、あの大阪じゃなかったですね。なんかジャンカラとかさあるじゃん、カラオケ館とかいろいろあるじゃん、カラオケって。そうで、私が行くとこはなんていう名前かよくわかんないんですけど、よく行くとこジャンカラじゃないんですけど、ジャンカラ、そう、京都にもあって、京都駅出て右側にあって、なんか京都タワーがあって、で右側今度こっち側のビルにジャンカラ書いてあって、あ、ジャンカラめっちゃあるみたいな。有名みさん、ハートありがとうございます。赤じゃなくて普通にピンクだった、 ありがとうございます。コンタちゃんさんこんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。人から専用カラオケ、全然人からでも何でもないよ。お好み焼きと餃子を思わず間違えた、じゃあ餃子前作ってそれは全然大丈夫だったから、お好み焼きもきっと大丈夫だろうという、うん、大丈夫だろうという、うん、考えでございますよ。そうということで、まあね、コンタちゃんさん、金ピカのタコさんありがとうございます、ありがとうございます。でね、そうこれは1時から1時までなので、ぜひ1時までなので配信がなので最後まで見てください、お願いします。ちょっとね歌探してくるんでちょっと待ってくださいね。何がいいかな、何がいいかな、よいしょ。餃子のあんは作ってなくないって、餃子のあんはそれ作ってないよ、餃子のあんは。福岡にも中洲のドンキのところにちゃんからありますねって、あ、そうなんですか。あんまり行かないからさ、そう、はい、それは歌わないんですよ。そうなんで、よかったらぜひ1時間なんで最後まで見てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。で、8時間なんで、そう、8時間なんでこのね、オーディションは7時59分に終わっちゃうので最後まで応援してください、よろしくお願いします。昨日メモってたやつはね、あれじゃない、歌じゃないよ多分、ほぼメモってたのは、まあ、歌もあるよ、歌も聞いたけど、そう、サビだけね覚えてるんで、そう、来週月曜日まで舞鶴公園で餃子フェスやってるみたい。餃子フェス、
餃子フェスか、いいね。餃子めっちゃ食べ放題じゃない、餃子フェスってことは。でこの餃子はおすすめですよみたいな感じでさ、なんかくれそうじゃない？試食みたいな感じで。下田レッツさん、あとありがとうございます。タンベマーボー改めティーマナベさん、ありがとうございますありがとうございます。で、まあ、私お昼ご飯食べてないんで、とても今お腹が空いてるんですよ。みんなお昼ご飯食べました？てかお仕事ですか、まあ、ゴールデンウィークだからお仕事じゃない方もいるかもしれないけど、お仕事の人だっていると思うんですよ。お仕事だから今はお昼ご飯の時間なのかな。カズッピさん、金ピカのハートありがとうございます。私学校はね、お昼ご飯は1時からなんですよ。そう、1時からだから1時からだから、そう、めっちゃお腹すくんですよ。中学校はもうちょっと早かったから、めっちゃお腹すきますね。まなべさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。こんにちは、ちろうさん、来てくれてありがとうございます。お好み焼き、お好み焼きは弟の昼ご飯なんで、ちょっと私は食べれないんですよ。そう、うんおいしいね、ご飯ね、何がいいかな。いい、リミットさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。福岡の高文さん、こんにちは、来てくれてありがとうございますじゃ探してきますね。これだ。いきますよ。あ、まだぐるぐるしてた。じゃあいきます。中だけど夕方から HKT の劇場公演見に行きます。楽しんでください。カラオケ定食、カラオケ定食は美味しいよね。パチパチパチ、ありがとうございます。朝の、おかわりさん、ありがとうございます。俺が今乗ってるのはリアル飛行機って、リアル飛行機で見れるの、ショールームすごくないミラーボール、ありがとうございます。チョポンさん、ペンライトありがとうございます。エビキックさん、ペンライトありがとうございますマリキューちゃん、こんにちは。カムカムカムカバーさん、来てくれてありがとうございます。幕の内弁当さん、こんばんは、こんにちは。石本レイツさん、音符ありがとうございます、ありがとうございます。パチパチ、高音使わない歌ってそんななくないですか。なんかさ可愛い曲多いからさ、なんか高い音の方が多い気がする。飛び立つ前は見れるね。あー、飛び立つ後はもう見られないのか何でも欲しいなら、だって何でもね欲しいな、まあ、あの
頑張ってください頑張ってください。幕の内弁当さん、レインボースターありがとうございます、ありがとうございます。そしてね、たくさん見に来ていただいてありがとうございます。そしてたくさん投げていただいてありがとうございます、ありがとうございます。星投げありがとうございます。よかったらぜひ今はですね MMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします、お願いします。でね、ヒョウ柄のタコを集めてますので、ぜひよかったら投げてない方は投げていただけたら嬉しいです。お待ちしております。そしてあとオーディションはですね8時間なんで、今日の7時59分までなんですよ。だからやばいですね。そうブルーローズとかなら低音が多いです。本当にブルーローズってありますかな。そう昨日ね言われましたの聞いたんだけど、そうブルーのローズでしょ、うん、ブルーローズない、ちょないと、ちょなかったです。こんにちはこんにちは、夢へ向かって飛んでいけマルキューちゃんちゃん、ありがとうございますそうだね、夢へ向かって飛んでいかないとピュンって。ミキミキさんこんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは。ブタブタさんこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。めっちゃ暑い今って何度なんですかね、めっちゃ暑いんですけど、でも雨降ってるんですよ。でも雨降ってる方が今ジメジメして暑いっていうのはあるかもしれないんですけど、そうキラキラありがとうございます。岡原さんペンライトありがとうございます。福岡の高文さん音符ありがとうございます。マリモさんペンライトありがとうございます。アッキーさん初見の方、初見です、来てくれてありがとうございます。よかったら NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら、よかったら応援してくれたら嬉しいです。デメキンさんこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます。僕の中で君が1位です、本当にありがとうございます。嬉しいですねファーマンさんハートありがとうございます。キラキラとかキラキラ違う、流れ星ありがとうございます。受験じゃないですね、多分受験じゃないと思いますけど、来てくれてありがとうございます。フォローありがとうございます。よかったらぜひねフォローしてない方はフォローよろしくお願いします。お待ちしております、よろしくお願いします。で、まあ、ゴールデンウィークは今年は長いんで、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。そうとかお出かけ行くとかね、配信見るとか、ね、ちょっと配信見るとか、あといろいろ楽しんでください。家でゴロゴロするとかね。そう、そのエアコンでしょ。エアコンね、今やっと効いてきたんで、そう、あったかそうじゃないんですよ。全然ね、あったかくはないですね、これ。なんていうの、なんかこのなんていうの、めっちゃ通気性いいですよみたいなやつ。通気性いいよみたいな、あれだよ、なんていうの、上着、そう上着。僕の中で君が3位です、微妙やんって。もうちょっとね、そうね、そう、もう1位以外はね全部微妙になっちゃうから。それは受かったら仕事辞めて毎日会いに行きますって。仕事を辞めちゃうの仕事は辞めない方がいいかもしれないけど、ありがとうございます。ゆうたさんハートありがとうございます。エアコンね、今聞いてきましたね、めっちゃ涼しい。今からパジャドラだったを DMM で見るよんよん。お疲れ様です。歌美さん来てくれてありがとうございます。そうそう、シャリ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 。長さんこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、ありがとうございますお好み焼きさっき作ったんで、そう次ね何か作りたいんですけど、何がいいと思います、何が簡単かなみたいな。で昨日も話したけど、なんかサラダあえみたいなので終わっちゃったから、そうお腹すいたって、お腹すいたよね、よね。そう昨日はお昼は何食べたんだっけ、あ、そうたこ焼きとポテトとかなんか唐揚げの定食みたいなの食べたんですよ、チャーハンみたいな。そう
めっちゃ美味しかったな。家で食べるか外食するかって、いや家でなんか作って食べてみてください。でも外食もいいよね。外食よくどこ行くんだろう。でもスケさん、スケさんっていうところはよく行きますね。そう、外食か、外食でしょ。外食といったらどこだろう、みんなどこ行くんだろう。あのココイチとかカレー屋さん、カレー屋さんとかラーメンとか行くのかな。お昼からラーメンって食べます？なんか夜食べるイメージがあるんですけど、ラーメンって、わかんない、お昼も食べるかな、なんか勝手なイメージだけど。ルーさん、ヒョウ柄のタコありがとうございます。リドゥホさん、初見の方アートありがとうございます。来てくださってありがとうございます。ぜひよかったら今 NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひよろしくお願いします。そしてよかったらヒョウ柄のタコ投げてくれたら嬉しいです。お願いします。ココイチは歩いて5分のとこにある。本当にいいね、いいな。いいな、ココイチか。今朝の焼きうどん、わかるよね、美味しいよね。あ、スクランブルエッグ、あーもうね、我のめちゃくちゃ得意な料理ではございませんか、スクランブルエッグ。いやもう卵をね、まず入れてなんかいろいろ混ぜて、でフライパンにドン、ちょっと焼き上がったなぐらいでこうやってすればスクランブルエッグですよね。もう簡単簡単。ニノニってなんだっけ、ニノニって、こんばんはこんばんは。今チキンラーメンしかないがって、チキンラーメンに卵パカですよ。なんかあるじゃん、チキンラーメンにさ卵カップみたいな。そう、あ、ニノニかな。カレーが簡単かな、味の調整用だからね。確かに確かに。それはそうかもしれない。タッキーさん、こんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。あ、カレーも美味しいんだ。あ、そうそう、ポタムチが美味しいですよね。スケさんのカツ丼とごぼ天うどん食べたい。あー、わかるよ、美味しいよね。スケさんじゃなくてニノニってなんだ、ニノニ忘れちゃった。ニノニってなんだろう。こんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。ハターさん、こんにちは。タッキーさん、ピンクのハート投げてくれてありがとうございます。でね、キラキラとか投げてくれてる方もありがとうございます。ぜひ1時までなので、この配信は見に来て最後までよろしくお願いします。13時ですね、13時。で次は4時20分か、4時20分から5時20分まで配信するので見に来てください。よろしくお願いします。ニノニは、ニノニは中華ですね。あ、中華いいね、中華が美味しそうじゃん、いいじゃん。中華でしょ、中華のなんていうの、なんかあるじゃん、横浜とか、なんていうんだっけ、中華のさ、中華料理が、なんていうの、なんとか通りみたいな。ニノニ、確か餃子が有名な店かな、一度だけ行きました。おー、餃子が有名なの、めっちゃいいじゃん。餃子食べたいもん、餃子。餃子の話してたらね、めっちゃ餃子食べたくなっちゃうから。餃子でしょ。なるほどね。じゃあさ、大阪のたこ焼きってどこが美味しいとかありますか。なんかほら、どこでもまあ大体美味しいかもしれないけど、私はここのたこ焼きが一番美味しいと思いますみたいな。あ、そうそう、中華街か、横浜の。そうそう、中華街だね。ありがとうございます。ハターさん、赤だるまありがとうございます。戻ってきた産業、おすすめのたこ焼き屋さん教えてください。あ、そうですね、中華街でした。全然出てこなかったんです。吉谷さん、ひょうがらのたこありがとうございます。にっこにっこにー。タッキーさん、ハートありがとうございます。カツとじ丼美味しいよねー。ニノニ、あ、ニノニでそうやって書くのね。餃子居酒屋みたいな感じ。居酒屋みたいな感じなの、いいね、なんかいいじゃん。たこ焼きはわなか、わなか、わなかはよく聞きますね。やっぱわなかがおすすめなのか。それぞれ違う良さがあるから決められないって。あ、本当に、まあ、やっぱ違う良さありますよね。ゴンタちゃんさん、ヒョウ柄のタコありがとうございます。ありがとうございます。じゃあたこ焼きって何で食べるのが一番おいしいと思います。あ、そう、梅がえ餅とかね、なんかあるんだよね、なんか自分のこだわりみたいなのが、ここのは絶対ここのしか食べれないみたいな、あるよね。
大体何でも好きだけど、やっぱこだわりがあるよね。塩、あ、塩で食べるのが美味しいの。え、普通のは何で食べてんだろう。さ、普通のはソースのかな。わなかの、ネギトッピング塩味がおすすめです。おお、ネギトッピング、ネギか。え、塩って塩の味がするのかな。それ塩味だからそりゃそうなのか。塩か。え、どんな味するんだろう。こんにちは、ひらがな斉藤さん、来てくれてありがとうございます。こんにちは。強いて言うなら天王寺、天王寺の山ちゃん、さんちゃん、天王寺、天王寺どっちだろう。天王寺かもしれない。普通はソース、あ、じゃあ普通はソースなのかな。やっぱソースで食べるのが一般的だなとか思ったりするから、ソースで食べますね。そう、天王寺か、天王寺。よいしょ、天王寺ね、天王寺、わかりましたよ。天王寺か、天王寺ね、天王寺か。天王寺ってどこら辺にあります。わなかとかさ、え、道頓堀にありますかね。そう、え、めちゃくちゃね、あのね、そう、おい、なんかいろんなたこ焼きあったの。恥ずかしいタイム、せ、気まずいタイムだから恥ずかしくはないよ、気まずいかなみたいなそう、気まずいタイムだから恥ずかしタイムじゃない。そう、天王寺か。え、なんかね、道頓堀みたいなとこ行ったら、なんかいろんなのがあったの。いろんなあのたこ焼きあって、めっちゃなんかさ並んでるとこがあったの。もうめっちゃ並んでたからちょっと諦めて別のとこで行ったんだけど、やっぱそこ美味しかったのかなみたいな。なんかめっちゃ並んでたの。そう、でもやっぱめっちゃ並んでるからきっと有名で美味しいところなんだろうなみたいなどこかな。おだしか、あ、おだしとか聞いたことあるかも。おだしでいただくたこ焼き、まあ、いいですって。本当におだしはほんと絶対想像できないかも。塩も想像できないけど気になるな。おだしか今、あ、そうですね、カラオケですね。劇場行ったならわなか、カラオケ定食、カラオケ定食じゃないよ、ワンマンショーじゃないから。笠巻は観光客向けの味で普通すぎるから個人的安武か菊池が好きですって。あれね、あの願い餅の話かな。明石焼きね、明石焼きね、明石焼きでしょ、もう覚えたから赤石じゃないよみたいな。そう、明石焼きが出汁で食べる。おお、明石焼きは出汁なんや。なるほどなるほど、出汁か。お出汁のは明石焼き。へえ、明石焼きねよく聞く明石焼きがお出汁なのか。おはよう、おはよう、ロニさん来てくれてありがとうございます。こんにちは、おはようございます。そう、今来たのはポテトですね。カラオケ定食じゃなかったですね。たこ焼き、あ、たこ焼きなのテーブルマークのごっつうまいたこ焼きで大阪行くまでは我慢よって。テーブルマークのごっつうまいたこ焼きで、テーブルマークのごっつ前たこ焼きで大阪行くまでは我慢ってどういうことだろう。どういうことテーブルマークって何。こんにちは、アッキーザラ大好きさん来てくれてありがとうございます。明石焼きはたこ焼きとは分類が違う食べ物。へえ、卵焼きという場合もさそうなんだ。たこ焼きとはまたちょっと違う感じなんだね。カレーでいうさ、ハヤシライス的な、なんかハヤシライスもさ、カレーみたいじゃん、一見。でもカレーじゃないでしょ。いや、冷凍食品メーカーなのね、たこ焼きは。冷凍食品なのにめっちゃうまいたこ焼きは、ごっつうまいたこ焼きっていう、ごっつおいしいたこ焼きっていうんだ。で、あ、なるほど、冷凍食品、そういうことね。あ、そういうこと、あ、だよね、そういうことだよね、そういうことでしょ、ハヤシライスってことでしょ。明石焼きは。YAスさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、ぜひよかったら、今はですね NMB48 10期生オーディションに参加してるので応援よろしくお願いします。セブンイレブンの冷凍たこ焼きが銀たこよりうまいで、本当に銀たこあんま食べたことないからさ。でもたこ焼きって全部おいしくない。なんか明石行ったら商店街にマルキューちゃんの好きなたこめっちゃおるでって。本当に明石、明石か、いいね、商店街、商店街いいよね。私商店街、その
あの劇場の前らへんの商店街歩いてたら、めちゃくちゃカラオケがあったんですね。そう、カラオケ、めちゃくちゃカラオケがあって、うん、そう、招き猫とか、招き猫っていうカラオケがあるんですけど、うん、行ったことなくて、初めて聞いた時はなんだそれと思ってましたけど、でちゃんと見ましたよ、大阪行って。でも大阪行ってちゃんと見て、招き猫のキャラクターが、そう、あのここ招き猫ですよみたいな宣伝してて、めっちゃ可愛かったですね。なお、めっちゃ美味しいよ今。あの何味っていうのかな、これなんだっけ、え、ビザ、ピザ、あ、ピザだって、ピザ味だったよ。明石は日本標準時間、あ、そうなの、ね、じゃあ明石にいればちょっと標準で過ごせるくない？銀だこは揚げだこなんだよな。揚げだこ、あ、タコが揚げられてるってことなのかな。銀だこをそんな食べないからちょっとわからないんですけど、ってことなのかな。いいね、たこ焼き、いろんなたこ焼きあるじゃん。ちょっとね、だし、おだしのたこ焼き、明石焼き、めっちゃ気になったな。塩もね、どんな味がするかちょっと面白そうだから食べてみたいですね。だるまゆんこさん、ヒョウ柄のタコありがとうございます。ありがとうございます。いいね、タコか、タコ焼き食べたいな。めっちゃ食べたい。さっきもさ、お好み焼き自分で作ったのに食べられないから、めっちゃ悲しかったんですけど。みんな何が、なんだろう、何作るんだろう。一人暮らしになったらさ、何作っていました？最初一人暮らしになって最初に作ったもの、スクランブルエッグとか。たこ焼きじゃなくて揚げ焼きに近い。で、揚げ焼きなんだ。あ、ちょ、あ、よいしょ、揚げ焼きね。銀だこか、食べたいな。招き猫はお腹が空いてた、食べ物が充実してるカラオケ屋さん。へえ、いいね、食べ物が充実してるのはめっちゃ良くない？いいな。え、ものか、いいね。お腹空いたらね、お友達と行けるね。ね、ちょっともう、あの、どこも空いてないなった時、ポーなんとかって、なんだろう、ポークじゃないか、パスタ、何パスタだろう。カレーとチャーハン、いいね。チャーハンはでもね、混ぜればいけるか、頑張れば、混ぜればいいね。カレーもポークソテーか、すごい。焼きそばいいね。カレーかチャーハンとか、ねね、チャーハンとかカレーね。あー、みんなチャーハンとかカレーか。やっぱ作りやすいのかな、カレーとかチャーハンって。そうね、一人暮らししててさ、なんか材料余るみたいなさ、あんのかな。そう、ミートパスタだけとソースは既製品。まあ、でもそんなもんじゃない。え、ソースまで作るってそんななくない？なんか手間かかっちゃうじゃん。ラーメンに餃子にチャーハン、めっちゃあれじゃない？なんかあれじゃない？うん。あれじゃん。あの、なんていうの？なんかよくラーメン屋さんで出てくるやつじゃない？ラーメンとチャーハンとか、あの餃子とか。うん、気まずいタイムその2、うん、気がはっ、そうき、そうそう、気まずいの。ラーメン、あ、4段だった。シャイニングした。ちょっとちょっと、ポイポイ、ありがとうございます。はじめまして、花火師さん、来てくれてありがとうございます。よかったら今 NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よかったら、あの、ヒョウ柄のおたこ集めてるので、ぜひ投げてくれたら嬉しいです。カレーは作りためができる。おお、のぐもぐ配信とかしてたらさ、あれじゃない、なんか、あの、なんかしゃべれなくなりそうで、そう、しゃべれなくなりそうな気がするのね。ちょっと食べますね。熱っ。おいしい。
めっちゃ美味しい、めっちゃ。あ、フライドポテトを箸で食べる人って、別にフライドポテトは箸で食べないですよ。箸があったんでお箸で食べただけなんだよ。うん、あ、めちゃくちゃ美味しいよ。うん、え、幕の内弁当、幕の内弁当さん、タコありがとうございます。ベンジャミンさん、ヨガロンタコありがとうございます。ね、ハフハフハフ。最近の子は賢いからポテトとかお箸で食べますね。確かにね。でマックのポテトはお箸で食べませんね、絶対。なんか普通にマックはお箸もらえないんで、ポテチってさ、だいたい家で食べるから、あのこうやって見ながらこうやって食べるよ、きっと。昼ご飯食べたけど美味しそう。本当、お昼何食べたんだろう。美味しそう。え、めっちゃ美味しい。飯テロ、飯テロ。手がベタベタにならなくていいです。確かにそう。手がベタベタに、何、タルタル、あ、ヤンニョムチキンだって。いや、ヤンニョムチキンだってよ、これ。だからだよ、辛い。ヤンニョムチキン丼みたいなやつで、え、めっちゃ辛い。けど美味しい。タルタルソースがついてて、めちゃくちゃ美味しいよ。本当ありがとうございます。美味しい、美味しいけど辛いし熱い。おいしい、めっちゃ。太陽さん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。え、あのね、タルタルヤンニョムチキン丼ってやつですね。めっちゃ美味しい。これでも辛い、辛いし熱い。でも絶対ずっと後ね、ヒリヒリするやつですね。この間も食べたの、チキンタッカルビみたい。チキンじゃない、チーズタッカルビ。うん、美味しい。熱いけど。うん、初見の方、藤本さん、北海道から見てますって。見てくれてありがとうございます。北海道ありがとうございます。ぜひよかったら NMB48 塾生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、よかったら、あの、ヒョウ柄のタコ集めてるので応援よろしくお願いします。もう太陽さん、I love you のクマさん、ありがとうございます。金色のクマさん、ありがとうございます。北海道行ったことなくて、札幌とか函館とか行ってみたいですね。罰ゲームは激辛チャレンジやなって。確かに。こんにちは。昼は唐揚げ弁当、いいじゃん、唐揚げ弁当。みそ、ちょっと待ってね。動いた。今10度台って、え、北海道がってこと？気まずいタイムだね。ほんと気まずいタイム。違う、3。危ない。気まずかった。なんだっけ。違う、注文じゃないの。さっきのは確認に来たの。注文じゃない。さっきのは確認なんで、何も来てないですね。北海道って10度なの？ちょっとこっちに来てほしいですね。めっちゃ暑いよ。本当に暑い。もう、めっちゃ暑いので、来てください。絶対寒くないもん。うん。鍋料理おすすめです。簡単だし、野菜も肉も取れるし、味変えたら飽きない。確かに、野菜たくさん食べれるじゃん、鍋だったら。もういいじゃん。注文たくさんしたねって。確かに。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。めっちゃ甘い。何が届いた、あ、違う、何も届いてなかったんだ。食い地が張ってますねって。違う、何も頼んでなかったの、さっきのは。けいすけさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんにちは。
今ご飯食べてる方います？まあ、いないかもしれないけど。あとさん、こんにちは、こんにちは。アンドレさん、こんにちは、こんにちは。こっちも雨降り出したわ、本当。じゃあ、私んとこの雨かな。私んとこの雨がいっちゃったのかな。え、でもそんなに雨降ってないんだよ。なんか、めっちゃ降ってると思ってたけど。ラーメン食べた？いいね。何ラーメンだろう。醤油ラーメンね、醤油ラーメン美味しいよね。そうね、味噌ラーメン食べてみたいんですよ。食べたことないから。醤油ラーメンいいね。ラーメンね、最近ラーメンのなんか食べてる人の動画が出てきて、ラーメンも食べてみたいなって思ったんですよね。赤丸さん、今日からのとこありがとうございます。冷凍物大量にストックできるように大きな冷蔵庫を買わなきゃだね。確かにね。一人暮らしなのに冷蔵庫大きいの。佐藤さん、こんにちは、こんにちは。太陽さん、金ピカタルもありがとうございます。ね、ね、そうそうそう、こっちに行っちゃったんだよね。こっち側にあるものがどんどん北に行くから。和弘さん、初見の方はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら。NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。そしてよかったらヒョウ柄のタコ集めてるので、ぜひヒョウ柄のタコで逃げてくれたら嬉しいです。僕は有名ラーメンっていっぱいある。本当もう部屋の半分くらいまで冷蔵庫って、そんなのないでしょ。めっちゃ狭くない、そんな部屋。なんかジョーニスレイちゃんに似てる。本当にありがとうございます。似てる、似てるね、似てるなんてね。そう、あんま言われたことなかったんで、配信でね初めて言われたっていうぐらい言われたことないから嬉しいですね。似てるとか言ってくれてる。そうでね、キラキラ投げてくれてありがとうございます。高郷さん、こんにちは、こんにちは。これから夏になるからちょうどいいって、それは確かに。そう、こんにちは、こんにちは。里友さん、来てくれてありがとうございます。こんにちは。あ、動いてた。清志師匠さん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。なんか一瞬止まったらさ、またもう止まっちゃうのかなって思っちゃって怖いね、めっちゃ。でも美味しいよ、あのこのタルタルヤンニョムチキン丼。ニャンニョムチキンって辛いね。でも美味しいけど辛い。こんにちは、初見の方、ともひささん、来てくれてありがとうございます。こんにちは。よかったらぜひ NMB48 のオーディションに参加してるので、よかったら応援よろしくお願いします。ヤンニョムチキンだったのね。そうもぐもぐ配信になっちゃった。なんかさ、もうさ、もぐもぐしてる時って喋れないじゃないですか。絶対誰かとさ、なんか話しながらじゃなきゃもぐもぐ配信ってできないよね。一人で食べてる間はさ、何も喋れないから、無音って感じだからさ。せつらさん、キラキラありがとうございます。なんか今日は感じが違うって、これだってこと。辛そうに食べてないから平気かと思った。本当に辛いよ。ね、でもめっちゃ辛いのとかは辛ーみたいな言うかもしんない。滑舌いいね。ヤンニョムも綺麗に言えてるって、本当にめっちゃ悪いと思ってた。ニョムさん、こんにちは。だって食べてる間だって喋れないじゃん。そう、
太陽さん、金ピカのタコありがとうございます。初見の方、フェイスさん、初見です、来てくれてありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。初見の方、角周さん、初見です、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら NMB48 10期生オーディションに参加しているので、ぜひ最後まで応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日で終わっちゃうので、ぜひよろしくお願いします。で、この配信は1時までなので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。そしてよかったらヒョウ柄のタコ投げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、やばいね、もうあと15分しかないよ。こんなご飯食べてたらすぐ終わっちゃう。うんうん、ね、ちょっと待ってね。氷が入ってきちゃった。にゃんさん、ヒョウ柄のタコありがとうございます。ジョー錦の4姉妹目誕生ってデビューしそうって本当に、ということで、ちょっと待ってね。じゃあカラオケするので、歌うので、ちょっと待っててください。探してくるので待ってね。じゃあいきますね。カラオケじゃない、辛いもの食べてるから、そう、あのめっちゃ声出ないかもしれないけど、まあいけるでしょう。ということでいきますね。ちょっと待ってね。よし、うん、じゃあいきます。はい、かわいい、何が華やかだよ、かわいい、ありがとうございます。イエイ。じゃあ待ってね。あ、ちょっと待って、来た来た、はは、かっこいいやつやね、ね、はは、太陽さん、ミラーボールありがとうございます。エビキックさん、ペンライトありがとうございます。ネオンさん、ハートありがとうございます。モリさん、音符ありがとうございます。サンバさん、音符ありがとうございます。タカゴンさん、ヒョウ柄のありがとうございます。博多なるなるさん、ペンライトありがとうございます。おちょこちょいさん、これミラーボールありがとうございます。オーランディア、カバルさん、カバルさん、ヒョウ柄のとこありがとうございます。吉本レッツさん、マンペありがとうございます。パチ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 、タンベマーボー、改めてティーマナブさん、誰もありがとうございます。ハモネギックスってさ、あのさめっちゃ高くない？高いとこと低いとこがあるじゃん。踊なんかね踊るなんかダンス
ていう感じがするのね、その曲は。そうね、だから歌えないかもしれない。一応ね、あのね、あれには入ってるんだよ、あのカラオケのこの歌のやつには入ってる。そうでね、皆さんたくさん投げてくれてありがとうございます、ありがとうございます。じゃあでね、ミラーボールとかね、ありがとうございます、投げてくださって。なんとかないときはあれでごまかすとかあれあれ、あ、わからないときはって、そういうことねと、うん、ね、氷が入ってきちゃう、歌唱力確かにビッグウェーブさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございますね、歌える、すごいよね。ゴールデンウィークは、ゴールデンウィークは学校なんで、そうだよ、明日から学校なんだよ、学校なんだよ、だから学校です。はい、今年も阪神あれやでって、あ、あのあれねそう、なんかあれなんでしょ、そうそう、なんか昨日も野球やってましたよね、昨日と一昨日もやってて、そうそうそう、お父さんが言ってた、喉は私に、あ、そう、ちゃんとね、喉飴食べたんで今日。掃除当番、掃除当番はね、もうやらないですね。次は2班の人なんで、私1班なんで、終わりですね。4班まであるから、結構まだやらなくていいんです。学校好きやろ、ね、好きだよ。好きだけどさ、やっぱさ、休めるならさ、休みたいじゃん。そう。しかもゴールデンウィークなのに学校だよ。ゴールデンウィークなのに、ゴールデンウィーク。休めるウィークなのに。ねえ、なのに学校だったり仕事だったりすごいよね。ちょっと有給取って、あの何連休なんだっけね、何連休かしたいですよね。それは好きとは言わないって、行ったら行ったで楽しいんだよ学校って。そう、なんか待って、そんなもんじゃない、そう、平日やもんって。いや平日ね、掃除好きって言ってたやんって。掃除は好きだよ、あの学校の掃除ね、すごい、もうお宝が出てきたんだよ、学校の掃除してたら。お金出てきたの、1円と5円が出てきましたね。もう100円探そうとか言って、あのみんなで頑張ってました、こうやって出てくるかなみたいな、100円、あ、100円、そう、先生も驚いたね、ちょ見てください先生みたいな、1円と5円が出ました、時給6円みたいな感じで頑張ってました。こんにちは、こんにちは。でも4人5人ぐらいでやってたからね、しかも5円と1円だから分けられないんですね、あのもしあのね、みんなで分けようとなった時は。あ、2位ありがとうございます、ありがとうございます。まあ分けなかったんですけど、こんにちは、こんにちは、仲間川さん来てくれてありがとうございます。なんでこんな大事な時期に掃除とんばん、うん、めっちゃよくない、私めっちゃ楽しかったよ。え、最初は確かに掃除とんばんかって思ったけど、え、めっちゃ楽しかった。まあ多分友達と一緒だからってことのもあるかも、友達も当てられたのね、その藤美希みたいなやつに、え、一緒だーみたいな、うん、そう、しかも掃除当番じゃない人も手伝ってくれたから、そう、そのおかげだよね、楽しいのは、めっちゃ楽しいよ、やってみなって、楽しいから。美人さんやね、ありがとうございます、こんにちは。マシカナ1号さん来てくれてありがとうございます。ゆずけさん、こんにちは、ありがとうございます。掃除当番ボランティア小学生みたいな会話ってそんなことないからマシカナ1号さん、タコありがとうございます、ヒョウ柄のタコありがとうございます、こんにちは、ハターさん、あれ来てくれてありがとうございます隣のトロロさん、あとありがとうございます、世間の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら、よかったらぜひ、NMB48 10期生オーディション参加してるので、よろしくお願いします、ね、そしてよかったらぜひフォローしてない方はフォローよろしくお願いします NMB で掃除する子はしおりちゃんしかいないから貴重な戦力になりそうだ、また本当に。じゃちょっとね、掃除していかないとねJK は何流行ってんの、 JK、 なんかさ、 JC って JK に上がってくるさ、もう全然違うの。 JC の時はなんかみんないろんな話してたよ、最近の漫画の話とかアニメとかドラマとか、なんか
SNS の話だったけど、 JK になってからはね、その B リアルっていうのと、あと K-POP が流行ってますね。うん、多分。今日で終わりか、少し寂しいね。ね、寂しい。マシカナイチゴさん、だるま、ありがとうございます。そう、みんななんかそんな感じがしますね。じゃあ最後に1個歌います。何回、これで3回目の歌を歌いますね。じゃあそう、サトシさん、初見の方来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。掃除で突破した子、おー、 IQ ロスな、本当に。べっぴんさんですね、ありがとうございます。また、うん、そう、またじゃん。3曲目だね。そう、3回目ですね。じゃあ今日は3回目の歌ですね。でも最初に歌った曲は 2回目だね。あれは歌ったの、多分最初らへんに歌ったよ、きっと。あの最初に歌った曲、今から歌う曲も一番最初に歌った曲ですね。じゃあ聴いてください。もやもやで
ございます。ミラーボールとか投げてくれてありがとうございます。それじゃあ何時読みします。いきますね。13位ゴンタちゃんさんありがとうございます。12位サンバさんありがとうございます。11位博多なるなるさんありがとうございます。10位ネオンさんありがとうございます。9位幕の内弁当さんありがとうございます。8位いちさんありがとうございます。7位つよぽんさんありがとうございます。6位ブキックさんありがとうございます。5位たかごんさんありがとうございます。4位ベンジャミンさんありがとうございます。そして第3位は誰かな誰かな、そうおちょこちょいさんです。ありがとうございます。そして第2位は誰かな誰かな、そう太陽さんです。ありがとうございます。そして第1位は誰かな誰かな、そう岡原さんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、ということで皆さん今日も皆来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。好き好き、ね、ミラーボールとかパチパチパチとかペライトとかダルマとかハートとかたくさん投げていただいて本当にありがとうございます。次はですね4時20分かなから配信しますのでぜひ見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、3時20分だった。3時20分でした、ごめんなさい。3時20分から4時20分までなのでぜひ皆さん来てください。ごめんなさい間違えました。3時20分なんで、そう覚えてくださいね。ということでそれでは最後にカウントして終わりますね。2891盛り上げありがとうございました。ぜひよかったら3時20分来てね。それじゃあいきます。せーの、5 4 3 2 1、またね、バイバーイ。来てくれてありがとうございました。またねー。